1932年11月6日のドイツ国会選挙は1932年11月6日に行われたドイツの国会の選挙である。1932年7月31日の総選挙では国家社会主義ドイツ労働者党が大勝して第一党に躍進したが同年8月13日に行われたパウル・フォン・ヒンデンブルク大統領とアドルフ・ヒトラーの 交渉は提示された副首相のポストにヒトラーが満足しなかったために決裂した。この決裂はナチ党内に大きな失望を広げた。突撃隊を中心に武装放棄を求める声も高まった。9月12日には国会が開会されたが、ドイツ共産党のエルンスとト,トルグラーがヒンデンブルク大統領の大統領内閣の主犯である。 フランツ・フォン・パーペン首相の不信任案の緊急動議を提出したために議事が進まなかった。このため中央党は国家社会主義ドイツ労働者党へ不信任案の否決に協力するよう求めたが、ナチ党はこれを拒否。アドルフ・ヒトラーは本来反共主義者だったが、パーペン内閣を追い落とすために共産党に同調するよう指示した。首相、 パーペンの講義をよそ見して聞き流す議長ゲーリング。1932年9月12日。このため、パーペンは、不信任案の審議に入るならば、ヒンデンブルク大統領の許可を得ていた、大統領命令による国会解散命令を使用して、不信任案を拒否、国会解散へ持ち込むつもりであった。しかし、パーペンが発言を求めると、 議長ヘルマン・ゲーリングはこれに気づかぬふりをして、不信任案の審議を進めた。そこでパーペンは、怒りで顔を青白くして命令書を掲げて叫んだが、結局、不信任案は、賛成512票、反対42票という圧倒的多数で可決された。パーペンは可決された後に、議長席へ解散命令の書類を置いたが、 ゲーリングは当初これを無視した上に不信任案が可決された内閣の構成員の署名入り書類は無効であるから受理できないとして嘲笑した。結局、大統領主導による内閣が国民の支持を失っていることが明らかになった。9月14日、パーペンはヒンデンブルクより許可を得ていた国会抜きの政権運営について閣僚らに説明を行うために ノイデックで閣議を開いた。しかし、司法省、フランツギュルトナー、外省コンスタンティン・フォン・ノイラート、蔵省、ルートビヒ・シュベリン・フォン・クロージク、労働省、ヒューゴ・シェッファーらがこれを拒否、農省のマグナス・フォン・ブラウン、経済省、ヘルマン・バルム・ボルトは曖昧な態度を取った。さらにナチ党と中央党がヒンデンブルクを憲法違反の疑いで告訴する計画を立てていたため、 パーペンは国会抜きの政権運営を断念、選挙は11月6日と決定された。ヒトラーはこの解散に我を忘れるほど有頂天であったが、ナチ党が共産党と組んだことが選挙に良くない影響を与えるとグレゴール・シュトラッサーやフリップクラは考えていた。度重なる選挙であったため、全国に疲労感が漂う選挙戦となり、投票率も前回より低くなった。 特に8月13日の交渉失敗の厳滅感を引きずるナチ党の疲労感は大きく、その状況についてナチ党宣伝全国指導者、ヨーゼフ・ゲッベルスは日記に何度も行われる選挙のために皆神経質になり疲労しきっていた。その前の選挙で票を入れた人たちは、党が権力につけばすぐにもお返しがあると思い込んでいた。ところが、 党はそれまでより権力から遠のいたように見えたので離れていったと記している。団結力や求心力を落としたナチ党内では離党する党員が急増しており、党への寄付や党員費も大きく減少し、パンフレットやプラカードの費用を賄うことすら困難になった。残った党員も積極的な選挙参加の意思が見られず、集会場を埋めることができないことが増えた。 特に突撃隊は武装放棄を求める立場から選挙運動を拒否する部隊が多かった。選挙戦中の11月3日からベルリンの交通労働者がナチ党と共産党の共闘に支えられてストライキを開始するという異例の事態が発生した。ことの起こりはベルリン交通会社が不況のため労働者の賃金低下を労働組合に要求したことだった。 組合側はこれを拒否し、ストライキを行うかどうか、組合委員の投票にかけたが、組合規則で必要とされた4分の3の多数は、得られなかった。組合指導部はストライキを断念し、調停委員会に付託しようとしたが、組合の中の共産党派はそれに反発して、独断で違法ストライキを決行。共産党は、ナチ党にもストへの参加を呼びかけ、 ナチ党が参加を決断をしたという経緯だった。この決断は労働者病を獲得しようというナチ党、ベルリンを砕く指導者、ゲッベルスの独断だった。ヒトラーは共産党との共闘に困惑していたが、正式なストライキ否定はしなかった。しかし共産党との共闘は、ブルジョワ層に、ナチ党への強い不信感を引き起こし、反社会主義、 反響キャンペーンを熱心に行う国家人民党へブルジョワ層の支持が流れていく効果をもたらした。そのため投票前日までナチ党は死に物狂いの募金活動を行わなければならなかった。さらにパーペンはこの違法ストライキについて国民全体に対する犯罪行為であるとして激しく非難、今後国家の治安を乱す者には断固たる態度で対処することを ラジオで演説した。この混乱は選挙前日の11月5日まで収まることはなかった。1932年11月6日のドイツ国会選挙の投票用紙1932年11月6日の選挙の結果、国家社会主義ドイツ労働者党は第一党を維持したものの前回選挙に比べて得票200万票を減らし、 得票率も33.1%に後退した。議席は34議席減って196議席となった。これまで躍進に次ぐ躍進を遂げてきた、この党にとっては大きな差別となった。ナチ党が特に得票を減らした地域は、東部ドイツの農業地域、及び工業地域の得票だったが、この創出分は主にドイツ国家人民党。 部分的には、ドイツ人民党へ流れたと見られている。第二の敗者はドイツ社会民主党だった。得票率を21.6%から20.4%に落とし、議席数は12議席失って121議席に後退した。特に工業地域で得票を失っており、この喪失分は、ほとんどが共産党へ流れたと見られている。この選挙の最大の勝者となったのは、 ドイツ共産党だった。得票率を2.5%も増加させ、首都ベルリンでは投票総数の31%を獲得して第1党となった。今や共産党は社民党に迫る100議席を保有する大政党となった。これまで代表をほとんど送っていなかった農業地域でも支持を獲得するようになった。ナチ党と共産党を合わせて、 半数を超える296議席に達するため、この二つを共に敵に回す政権運営は困難だった。現実的な大連合の組み合わせとして唯一考えられるのは、ナチ党、国家人民党、中央党、バイエルン人民党の連立であったが、アルフレート・フーゲンベルクもパーペンもそれを拒否していたため、 この議会状況では議会に立脚した政権運営への実現は困難だった。ナチ党は議席を減らしたとはいえ、第一党を確保したことには、変わりはなく、国民の極右と極左への二極分化をますます進めたに、過ぎず、それまで存在した中産階級諸政党が消滅したことにより、増え続ける失業者や共産党員を目の当たりにした資本家たちが、 ナチ党支持へ動かざるを得ない状況となっていった。この結果を受けた、社会民主党党首ベルスは11月10日の党委員会において、今年行われた選挙を通じて我々は、ヒトラーを倒せ、を合言葉に戦った。そして5回目において、ヒトラーを打ち倒すことに成功したのだと語った。しかし、社会民主党左派である、ケムニッツ地区委員長、 カール・ベヒエルは、我が党が12席失うだけで、共産党は、我が党を上回る議席を得ることになった。これは、共産党が、宣伝活動するのに、有利な状況だ。もしそうなったら、我が党に忠節を守ってきた同志らは、国民の意志が共産党に向いているとして、我が党から去ることになるだろうと語り、警告していた。さらに共産党も、 同じ結論に達しており、共産党中央委員会は、革命的飛躍が成し遂げられ、選挙において勝利したと結論づけていた。この点については、ソビエト共産党中央機関誌、プラウダでも、同様の見解が示された。しかし、フォス新聞の論説委員、ユリウス・エルバウは異なる見解を示しており、共産党の躍進はヒトラーへの贈り物であり、 共産主義の躍進に怯える人々が、ナチ党を支持することになるだろうと評した。11月8日、パーペンは、外国通信社協会において、選挙結果について、選挙の結果、政府活動に対する理解が深まり、真の国民的結集が実現することを期待する。そして、それが実現した時には、私が、これまで強調してきているように、 人事問題はすべて解決するだろうと述べたが、内省がいるはこれを弱腰であるとして、パーペンを強く非難、独裁的政治を行うにあたり、諸政党が許容するかどうか協議することをパーペンに求めた。しかし、閣僚は数とたりともガイルを支持しなかった。さらにキングメーカーであった国防省、クルトフォンシュライヒャー将軍は憲法修正作業を延期して、 各党と協議することを提案、これが認められた。11月13日、パーペンはヒトラーとの面会を行い選挙後の情勢について語り合った。しかし、ヒトラーはここで多くの条件を掲げたため合意することはなかった。さらにシュライファーも、パーペンを無用と判断、辞職を迫った。結局、11月17日に、ナチ党、社民党、 共産党のいずれからも支持を得られないフランツ・フォン・パーペン首相は辞職した。しかし、公認の首相がすぐに決まらず、12月3日までパーペンが首相代行を続けた。ヒンデンブルクは国会の第一党を占めるナチ党のヒトラーにパーペンとの和解を求めたが、ヒトラーは首相職以外受ける気はないと拒否した。結局この後、 ヒンデンブルクはシュライハャを首相に任命して大統領内閣を続けたが、ナチ党も社民党も共産党もシュライハャを支持せず、すぐに身体極まった。シュライハャは国会を解散して選挙日を定めずにそのまま国会を事実上停止して軍部独裁政治へ移行することを1933年1月23日にっとしたが、 ヒンデンブルクの反対で失敗した。そして、ヒンデンブルクは1933年1月30日に、アドルフ・ヒトラーを首相に任命することとなるのである。首相に就任したヒトラーは、ナチ党が過半数の議席を獲得していなかったため、わずか2日後の2月1日に、ヒンデンブルク大統領に要請して、国会を解散させた。各選挙区の最多得票政党と、 その得票率、安倍よし2001、P200 から201、モムゼン2001、P420、シャイラー、P333、ヘーネ1992、P293、シャイラー、ピアニッシモ342から3、安倍よし2001、P203、AB 林健太郎、1963、P189、シャイラー、 P343AB ヘーネ 1992P294 シャイラーピアニッシモ343から4ヘーネ 1992P295AB シャイラー P344ABCDEF モムゼン 2001P437 リース 1971P100AB モムゼン2001 P436 安倍よしお2001 P204 AB ビンクラー P518 AB シャイラー P345 AB 安倍義雄二2001 P205 林健太郎1963 P190 平根1992 P296 バレン・インデア・バイマーラー・リパブリックウェブサイト 願書は、で、2019年10月12日閲覧。モグゼン2001、P438、AB ジェラテリー、P14、AB ビンクラー、P519、ABC ビンクラー、P520、シャイラー、P346、安倍よしおに0 0 1 P212、安倍よしおに0 0 1 P213。ありがとうございます。